はい、慶応義塾大学総合政策学部の進歩と申します。私からは、また専門憲法情報法を専門といたしておりますので、情報法、個人情報保護の観点からということでお話をさせていただきたいと思います。で、本日の資料はですね、実は個人情報プライバシーとは何かということについてお話をしようと思っておりましたけれども、すでにいただいた議論の中でもう少し細かくですね、現状についても確認を若干させていただきたいと思いまして、急遽今追加をした資料がいくつかございます。で、まず先ほどパーソナルデータについてですね、佐藤先生からご案内をいただいた IT 総合戦略本部における検討につきましては、パーソナルデータに関する検討会、それから技術検討ワーキンググループというものがこのように設置されまして、で、議論についてはですね、このメンバーで、パーソナルデータの利活用に関する、検討、個人情報保護法改正に向けた議論を行いまして、で、同時に佐藤先生ご主査とする、技術検討ワーキンググループが開催されて、最終的には今回この大綱見直しですね、個人情報保護法の見直しに向けた制度見直し大綱というものが取りまとめられたわけでありますけれども、で、今後のスケジュールとしては非常に急ピッチに現在検討が行われておりまして、パブリックコメントがすでに終わりましたので、来年の通常国会に個人情報保護、法のですね、見直しに向けて、法案提出という動きになっているわけであります。で、制度改正大綱を6月24日に公表されましたけれども、で、本日は時間の関係で、どういう内容かということについてポイントだけ簡単にお話をしたいと思いますけれども、まず3つの柱というものが提示されております。本人同意がなく利活用可能とする、これはですね、本人同意なくというと何でも利活用ができるということで、かなり誤った報道がなされておりますけれども、そもそも個人情報に該当しない情報は従来から利活用がなされているわけでありますけれども、ところがいわゆるグレーの領域について、これを個人を特定できる可能性を低減したデータとして利活用を推進するというのが一つ目の柱であります。で、さらに、自主的な取り組みを尊重するということについても、民間部門が好き勝手にやるのではないかという指摘がなされているところもございますけれども、これは3つ目の第三者機関と合わせてですね、やはりさまざまな取り組みについてマルチステークホルダーが関わって検討を行って、より良い方向で取り組みを行いましょうというのが2番目の柱であります。で、3番目がやはり第三者機関どのようにするのかということが非常に大きな課題になっているわけであります。で、具体的に制度の設計の内容についてはですね、個人が特定される可能性、これはどういうことかと言いますと、スイカの事例が上がっておりますので、具体的にスイカの事例に当てはめて考えてみたいと思いますが、例えば私進歩文雄という名前があって、で、その乗降履歴があると、この情報はすべて個人情報となります。ところが名前を削除して乗降履歴、何時何分何秒という履歴のみを提供するということであれば、これは匿名化されているので個人情報ではないのではないかというところで、当初は提供を予定していたというところでありますけれども、ところが何時何分何秒というデータについてはですね、誰かを識別することが可能なわけであります。で、とりわけ非常に長距離、私も今キャンパス湘南藤沢ですけれども、もともと前は筑波大学におりましたので、実は引っ越しておりませんで、そのままずっと筑波エクスプレスで未だに通勤をしているわけでありますけれども、居住地は筑波ではないんですが、筑波に限りなく近いところに居住しているわけでありますけれども、で、そうすると私が乗降する履歴を見るとですね、毎日ではありませんけれども、ほぼ3時間近くこの乗降履歴を経てですね、移動している人間というのはどれだけいるかというと、おそらく私以外にほとんどいないんじゃないかというふうに思われるわけであります。で、そうすると乗降履歴、何時何分何秒に筑波エクスプレスの何々駅から乗って湘南台という駅まで、ですね、乗るというものが何人いるかというと、1年間に何人いるか分かりませんけれども、ほぼ私であるということを識別すると同時に特定ができるということになるわけです。そうするとこのようにそのデータが、生のデータがそのまま提供されると、これは識別できるではないかということが議論がされてですね、では今のように特定できるということについては問題があるけれども、では特定まではできないようにではすればいいのではないか、例えばその履歴が10人程度の
非常に少ない、例えば K がですね10以下であれば特定できる可能性があるという場合にはそれを、まあ、注ぎ利用するといったようなことで対応できるのではないかというのがこの議論であります。でこのようにですね、様々な議論が行われた結果、こちらのまあ第三者機関を設置するということで、さらにグローバル化ということでデータが海外に移転をされるということが、まあ、クラウドを利用すると常に海外とやり取りしているわけでありますので、ところが残念ながら海外の事業者は日本の法律を守ってくれないんですね。ですから、まあ、守ってくださいと言ってもですね、なかなか守ってくれないので、今回はじゃあ域外執行もしますよと、まあ、今日、まあ、オフレコということですね、まあ、Google、Microsoft、Apple をはじめとしてですね、ちゃんと日本の法律を守ってくださいと言って、ただこれを作って今後守られないと、ちょっと非常に立場的に日本の立場がですね、非常にまあ厳しいところになってしまうところがありますけれども、で具体的に何を進めるかというと、現状ではまあなかなかこの情報の利活用が進んでない、私は利活用進んでないとは思っていないんですけれども、グレーな領域がやはりあるということで、経済の活性化のためにパーソナルデータの取り扱いについて取り組みを進めましょうというのが現在の状況というところです。ところが問題としてですね、現在の個人情報保護制度はこのように非常に入り組んだ形の法執行がなされております。つまり事業を所管する分野ごとにこれだけ多くの所管分野があるわけでありますけれども、40以上のガイドラインに分かれて、それぞれバラバラに各省庁が執行 法律を執行しているという状況があります。でさらに皆様もすでにご存知だと思いますけれども、個人情報保護法違反で罰則が適用された事業者が何社あるでしょうか。1社もないということなんですね。でとりわけ1億件ほどの個人データの漏洩を発生させたソニーコンピューターエンターテインメントのネットワークの、あの事件についてはですね、イギリスから25万ポンドの課徴金が課されておりますけれども、我が国ではあくまで助言と、今後ちゃんとやってくださいということで終わっているわけであります。まあ、つまり1億件のデータ漏洩を発生させても、まあ、今回のベネッセホールディングスの事件にしてもですね、罰則の適用はほぼ 100% ないという状況になっているわけです。でそこでこのように非常にこの、執行の面で問題があるので、今後何をすべきかということで、今回大綱に盛り込まれているのが三条機関として、国家行政組織法3条に基づく機関として個人情報保護の委員会を設けると。現在予定されているのは内閣設置法に基づくということですので、公正取引委員会、国家公安委員会、それから個人情報保護委員会ということで、非常に強力な権限を有する機関を作ると。なおすでに番号法、マイナンバーに基の取り扱いについてはですね、特定個人情報保護委員会が設置されておりますので、この委員会を改組して個人情報保護委員会を設置する予定になっております。でところが課題としてはですね、この個人情報保護委員会をどのようにするかということについて、まだ、抵抗勢力がいるわけでありまして、なかなかそのどのように権限を集約するかということについてはまだ結論を得ておりません。とりわけ行政機関も含めて監督すべきだと私は考えておりますけれども、佐藤先生に今こちらもご検討いただいている総務省の検討会でですね、まあ、具体的にこの監督機関としての三条機関としての個人情報保護委員会の権限をどうするかということについて、まさにまだ最終的な結論を得ていないという状況であります。ところが海外の状況を見るとですね、まあ、待ったなしの状況でありまして、とりわけ今この位置づけとしてですね、まあ、日本は OECD 加盟国です。 APEC のエコノミーの一員です。ところが世界の個人情報保護機関の集まりであるコミッショナー会議にはあくまでオブザーバー参加ということで、正式な参加が認められておりません。一方 EU との関係におきましては、 EU は非常に厳しいデータ保護の規則を定めようとしておりますので、すでに、まあ、EU 指令というものに基づいて各国が取り組みを行っているわけでありますけれども、でそうすると EU からのデータ移転が制限されているわけですけれども、今後はさらにその制限が強まるといったようなことと、も含めてですね、日本の個人情報保護法の今後の行方は、第三者機関の執行権限が、まあ、どのようになるかということにかかっているわけです。ところが海外からはですね、残念ながらこういうことを今言われていてですね、盆栽 DPA だと。つまり見かけは綺麗だけど何も役に立たないんじゃないかということで、このくれぐれも私が今各方面で言ってるのはですね、もう日本の個人情報保護については第三者機関コミッショナーができました、
ハリボテじゃないかと言われるのがですね、非常に厳しい状況であります。なお現在国際機関におきましては私が今日本政府の代表として海外では取りまとめを行わせていただいておりますので、 OECD では現在私が副議長をですね、ビューローの副議長を務めさせていただいておりますので、まあ、日本における取り組みは私が海外に行って説明をするということになるわけでありますけれども、でその時にやはり盆栽 DP8 だけは言われたくないというふうに思っているところであります。はい、ということで今のは追加をさせていただいた資料でありますけれども、で本日の私からの本題の部分としてはですね、プライバシーと個人情報保護の問題について何が問題なのかということを簡単にお話をさせていただきたいと。でまず様々なスマートデバイスがですね、利用されることに伴って、まずこの個人情報プライバシーの問題がどういうことになっているかというと、新しい取り組みを行う上での足かせになったりですね、参入を躊躇したりやめてしまうといったようなことも最近は特に見られるようになっていると。とりわけ例えば監視カメラを設置することによってさまざまな問題があるのではないか、いろんな履歴、まあ、JR のスイカ事件もそうですけども、履歴を提供することによって個人情報プライバシーの問題があるのではないかということで、やめてしまうということが非常に多くなってきている。その一方で環境が大きく変化しているにもかかわらず、何かキャッチフレーズだけが先行してですね、具体的にまさにこの盆栽 DPA じゃないですけども、中身がないといったような問題もあるわけであります。でさらに現状、これは現場ということにかけていますけれども、実際の現場におけるさまざまな例えば技術開発をしてですね、実際にこのような形でこの技術を使えると言っておきながら、実際にその技術を使う段になって危ないんじゃないかとかですね、個人情報プライバシーの面で問題があるのではないかといったような問題が出てきているわけであります。でその一方でいわゆるビッグデータの活用とともにですね、脱法的な利用が起きているのも事実であります。でその理由としては、やはりこのビッグデータを活用しなければもったいないのではないかということについて、事業者消費者双方にですね、この損得感情が働いていますので、不透明で不可解な情報の取り扱いであっても、まあ、これを許容するような現状を招いているということが背景としてあるということが言えるわけであります。でさらに、まあ、ネットワークの利用に関してはですね、まあ、情報法という法律はありませんけれども、非常に多くの法律が関わってくるという、特になぜこの法学の問題で情報法の領域における問題がなかなかうまくこの全ての問題を解決することができていないかというとですね、法学の社会というのは非常に、まあ、他の学問分野もそうでしょうけれども縦割りであります。ですから私は憲法ですけれども、憲法の人間が刑法民法の領域の問題について議論するということはタブーなんですね。ただ最近ではそれをやらなければならないということで、私はまあ積極的に他の法学の領域にも踏み込んで議論をするということをやっているわけでありますけれども、一つ例を見てもですね、さまざまな法領域が関わってくるという問題が大きくその背景にあると言えます。では一番本日のメインの部分でありますけれども、個人情報とプライバシーの問題についてなぜさまざまな問題が起きているのかということを一枚紙で説明をさせていただきたいと思います。個人情報というのはあくまで個人に関する情報として、次の一応スライドもご参考にしていただけるとですね、あくまで記述的概念として個人に関する情報という概念があるに過ぎないんですね。つまり個人情報かどうかということは、まあ、ある意味0と1の判断です。個人に関する情報でしょうか、いや個人に関する情報ではないんでしょうか。法律では、特定の個人を識別できる情報で、それは生存する個人に関する情報ということで、個人識別性と生存性の要件が当てはまればですね、その情報は個人情報と言っているわけです。ところが法律では個人情報について色分けをしていないんですけども、実際には色分けが可能なんですね。でこれを私は青、黄色、赤というふうに色分けをしているわけですけども、ではなぜ色分けをするのかというと、もう一つの軸としてプライバシーという軸があります。つまり個人情報というのはあくまで個人情報というものに該当すれば個人情報に過ぎないわけですけども、ところが多くの人が個人情報についてもう一つの軸を持っているんです。何かというとプライバシーという軸なんですね。でこのプライバシーという軸は実は、まあ、通常の人であればここの今私が線を引いている領域がプライバシーと感じているわけですけれども、ところが人によっては
非常にこのプライバシーの領域というものが狭い人もいる、つまり主観によってこの領域が大きく動くというところに一律の基準が設けられないところにが理由となっています。つまりプライバシーというのは常に通常人の感受性を基準にしてということで裁判所は判断をしますけれども、通常人の感受性とちょっと違う人もいるわけですね。場合によっては自分の名前すら出したくない、つまり自分の名前、公になっている名前ですら匿名にしたいという人もいるわけであります。よってプライバシーという領域は常に変化をすると。ではどのように変化をするかというと、青、黄色、赤で分けたところとして、黄色と赤のところについては通常の人であればプライバシーであるというふうに考えている部分であります。でこれは個人情報、それから領域、場所についても、今この領域というのは、非公知の情報なので、人によってはプライバシーだと思う領域になる可能性もあるという領域かもしれませんけれども、まあ、パブリックな領域なので公の場と。でさらに個人の自立というのは、先ほど情報倫理との関係でですね、自分のことを自分の意思で決めるということについては個人の自立でありますけれども、これを外部から干渉を受けるということについては、これはプライバシー侵害だというふうに私は考えております。なお日本ではこれを自己決定権と言っておりますので、プライバシーとは別の考えとして処理をしているわけでありますけれども、はい、ではこれについてですね、書かれている記述的概念としての個人情報というのはあくまで0と1の判断でしかない。 一方実体的利益としてのプライバシーというのは常に変わるものであります。ではどのように変わるかというと、これは判例で3つ要件が示されておりまして、プライバシー侵害による不法行為の成立要件は、未だ公になっていない事実が一般の感受性を、まあ、通常人の感受性を持っている人であれば、それは公開してほしくないと認められるもので、さらに未だ知られていないという3つの要件に該当する場合には不法行為が成立する、つまりプライバシー侵害になる可能性がありますという基準を示しているわけであります。でさらにもう一つ、最近いろいろと問題になります監視カメラの設置などについて、肖像でありますけれども、例えば防犯カメラはではなぜ本人の顔を撮影してよいのかということでありますけれども、これは本人の承諾の方法によって今後はもう一つ別の問題としてですね、たとえ個人の権利利益が侵害されるような場合であっても、本人の承諾があればその権利利益の侵害については本人の承諾に基づいて違法性が阻却されるという場合があります。一方、そもそも本人の承諾がなくても公共目的、例えば写真撮影、これはオービスという自動速度取締り装置のですね、判例ですけれども、写真撮影はなんで、ではでスピード違反の人の写真を撮影することができるんでしょうかということについては公共目的で、さらに防犯カメラもどうしてでしょうかということについては、このように公共目的であれば認められるという基準が裁判ではまあ示されてきたわけであります。ではこのようにさまざまな基準がある一方で、最近最後にですね、言われているところとしてご紹介をしたいものが、プライバシーバイデザインという考えがあります。つまりこのように場合によっては問題になるかもしれないプライバシーというものについて議論が必要であると。ではいつ議論するんでしょうか。もう最近ちょっと出なくなりました、あまり早く なくなったかもしれません。今でしょうなんですね。今でしょうなんですけども、今やるともうすでに手遅れなので前でしょうということなんですね。つまりプライバシー侵害が後に起きます。それを起きる時点で何らかの手当てをすることはできません。したがって前もってやりましょうというのがプライバシーバイデザインという考えであります。では何をやるのかというとですね、事後的な対応ではなくプロアクティブ、事前に対応しましょうと。デフォルトでプライバシー保護について設定をしましょうと。設計時にプライバシーの対策、プライバシーエンハンシングテクノロジーなどがありますけれども、ペッツなどを設計時に組み込みましょう。それからゼロサム ではなくポジティブサム、つまり例えば監視カメラを設置するとセキュリティは上がります。ところが個人の権利は下がります。撮影されるということに伴う権利侵害が発生します。そうするとプラスのセキュリティとマイナスの権利侵害によってプラスマイナスゼロになってしまうというゼロサムではなくて、監視カメラを使うのであれば個人が、まあ、必ずしも識別されるような形でなくても使える場合であればですね、そのような形で使うということによって1+1でポジティブに使いたいというのが4つ目であります。あとはライフサイクル全体で情報を保護するということと、オープン化、可視化、透明性で、最後に個人を主体に考えるというのがプライバシーバイデザインという考え方であります。
以上、私からは駆け足でありますけれども、最近の議論、それから、個人情報プライバシーの違いについてお話をさせていただきました。ありがとうございます。